どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さて、今日は大切なあなたの iPhone の写真データ、ご自身で消してしまった写真データを復元する方法、またはいつの間にかその写真データが消えてしまった場合の復元する方法をご紹介していきたいなと思います。一応まあ写真データに関する動画というのは、そうですね、3年ほど前、2年ちょっとぐらい前にも動画1本2本上がってるんですけれども、今回のこの動画は2024年度版最新の情報として見ていただければなと思います。過去の動画からこれまでにもこの写真データの復元の相談というのはめちゃくちゃあります。そしてそういった相談者の中でも復元できる方とできない方、これがねすごく重要なポイントなんですよね。普段のその写真の管理であったりだとか仕組みをちゃんとね、簡単なので理解していただければ、そういった大切な写真データというのが消えないのかなと思っておりますので、できる限りですね、初心者の方でも分かりやすいように解説させていただいて、復元の方法をお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひこの動画は最後までご覧ください。ではスタート。ではですね、今回この iPhone の写真データの復元する方法なんですけれども、ある程度ね、仕組みを理解していただければ、簡単に理解しやすいのかなと思います。そして、実際にこの僕のところにね、相談に来る、パターンですよね。自分で消した方もいらっしゃれば、いつの間にか消えたとかですね、そういったいろんなパターンがあるんですけれども、大きく分けると、自分で消した、そしていつの間にか消えた、この2つのパターンです。でその中で、1つ目のパターンとして、例えば、iPhone の、写真アプリから自分で消してしまったっていう方は、ここはご存知のことだと思うんですけれども、ここから消したとしてもすぐに復元はできます。それはなぜかというと、消えた写真データは最近削除した項目っていうところに移動しておりますので、そこに行っていただければ、消した写真データをね、選択をして、右下かな、復元っていうのを押していただければ、またね、写真アプリのアルバムの方に戻ります。ここはね、皆さんご存知だと思います。ただ、この最近削除した項目からもね、消してしまったっていう方が、僕のところに相談に来るんですけれども、ここから消してしまった場合は、もう先にお伝えしておきます。もうどうすることもできません。ご自身でどうすることもできません。僕のところに来たところで、どうやっていけばいいのかは案内できますけれども、僕が復元することはできません。じゃあどうすればいいか。Apple サポートにすぐに連絡を入れてください。で、復元するには条件が必要です。必要最低限の条件をお伝えします。まずは iCloud の容量に十分な空きがあるということ。そして普段使っている時ですね、その iPhone を消した、写真データを消した時も、iCloud 写真がオンになっていたことですね。そしてもう一つ、ここがすごく重要なんですけれども、消してしまったデータからどれぐらい日にちが経っているのかっていうのが一番重要なポイントです。一応ね、約30日以内、30日超えたらもうほぼ無理だと思ってください。30日以内、短ければ短い方がいいんですけれども、消してしまった、当日、翌日であれば、もともと iCloud の容量もあって、そして iCloud のバックアップもあって、そして iCloud 写真がオンになっていてて、写真を削除した日から、例えば次の日とかだったら、データの復元する、可能性としてはね、高いのかなと思います。ただ動画でお話しする以上ですね、視聴者の方とかね、そういった写真データが消えてしまった方の、その利用環境、僕はね、実際今わからないので、100% 断言することはできませんが、ある程度必要最低限の条件をクリアしておけば、Apple サポートの方に連絡していただければ、復元できる可能性は非常に高いのかなと思います。で、ここで、重要なポイントじゃないんですけれども、皆さんの iCloud の容量がどれぐらいあるのかっていうのがすごく重要なポイントです。結構ね、無料の 5GB 分で写真管理されている方も多いと思うんですけれども、例えばね、お子さんの写真とか、たくさん撮られる方であれば、50GB とかにね、上げているのかなと。ただ、無料の 5GB 分だと、普段ね、この写真撮ったりしてたとしても、iCloud の方に保存されてるっていう、イメージがすごく強いと思うんですが、所詮5ギガなので、例えば復元ができたとしても、ご自身が希望する枚数が戻ってくるかどうかっていうのは未知数です。5ギガ分だけが戻ってくる可能性は非常に高いです。
まあ、丸々ね、写真データが5ギガあるとは考えにくいので、まあ、例えばまあアプリとかね、いろんなものでデータ使ってると思いますので、いわゆるその容量の範囲内しか復元ができませんので、そこはまあちょっと注意必要かなと思いますね。そしてまあ皆さんがイメージされているこの iCloud の仕組みなんですけれども、これもね、この写真がいつの間にか消えてしまったっていうのにすごく関係してくるんですが、どうですか皆さん、この iPhone と iCloud の仕組みってなんかこういまいち、まあ、僕のところに相談に来られる方ってちょっとこう、まあ、理解しきれてないのかなってこう思う節が多々あるんですけれども、なんかこう iPhone のまあ写真データだけで言うとですね、 iCloud に保存置かれているって思っている方が、まあ、結構多いのかなと思います。まあ、当然ね、中級者上級者になればある程度その仕組み理解しているので、まあ今からね僕が話すことっていうのはそれぐらい知ってるよって思われるかもしれませんが、初心者の方であればなんかこうもう保存なんかこうデータを置いておくっていうイメージの方が強いのかなと思います。まああながち間違ってはないんですけれども、どちらかというと同期って言った方が正しいのかもしれません。でもっとわかりやすくイメージしやすくお伝えすると、例えば iPhone で写真10枚撮影しました。その中で iCloud 写真オンにしています。設定もね、ちゃんとオンにしています。そうなった場合、iCloud の方に写真10枚が同期されます。同期。要は iCloud の中にも写真10枚。そして iPhone の中にも写真10枚。こう同期されてるんですよね。で、この状態でまあ20枚撮ったら自動的に20枚。こうどんどん同期されていくんですけれども。じゃあ、いつどのタイミングでこの iPhone から写真がね、自分で消してしまったら、まあこれ別ですけども、知らない間に消えてしまったんですっていう方は、ある操作をやっている可能性が非常に高いんですよね。それは何かというと、例えば、この iCloud と iPhone というのは、Apple ID で紐づいております。で、この iCloud を iPhone 本体1台だけで使っているんだったら問題ないんですが、例えば、新しく iPhone 機種変更しましたっていう方、当然今まで使ってた iPhone の Apple ID を新しい iPhone でも使うと思うんですよね。で、新しい iPhone で、まあ、こう Apple ID でサインをして初期設定をして、あ、ちゃんと iCloud のバックアップの復元ができた、確認しました。ね、ちゃんと初期設定も完了しました。そうすると元々持っていた iPhone、ここにもデータが残ってるんですよね。じゃあここはちょっと自由に使いたいから、ちょっとデータを開けときたいなって思われる方もいます。そこで、新しい iPhone ではなくて、古い方の iPhone から写真データを消しちゃうんですよね。容量開けちゃえみたいな感じで。消しちゃうとどうなるのかっていうと、保存ではなくて同期なので、例えばまあ写真30枚ありました。ここから30枚写真消しちゃえ。容量開けたいから消すぞって開けちゃいました。そうすると、この古い iPhone 写真0枚になると、iCloud の写真も0枚になります。そうすると、新しい iPhone 初期設定完了します。さっきまで30枚写真あったのに iCloud の中身には0枚しかないので、新しい iPhone も写真0枚になってしまうんですよね。で、こういった形で古い端末の方でデータを消してしまった、写真を0枚にしてしまうと、古い iPhone 0、iCloud 0、新しい iPhone 0ってなってしまうんですよね。これがまあ一つのパターン、まあ結構多くあるパターンなのかなと思います。そしてもう一つが、この古い iPhone、まあ、下取りに出すから、ちょっとデータね、こう、誰かにね、下取りに出すっていうことは第三者に渡すので、データちょっとやっぱり初期化したいなと。ね、残したままね、皆さん渡さないと思いますし、アクティベーションロックをオフにしたりだとかね、そういった操作をしなければいけないんですけれども、まあ、通常の初期化を、まあ、最初からやればいいんですが、わざわざ自分でデータを消す方がいるんですよね。写真データを。で、写真データを消してから iPhone 初期化して、下取りに出しちゃう。っていう方もいらっしゃいます。このケース結構最悪なんですけれども、データを消すとさっきと同じように消えたという情報が iCloud に上がります。で、iCloud から消えてしまうと、新しい iPhone も写真データが消えてしまいます。で、古い iPhone は下取りに出してしまいます。そうなってくると、この大切な写真データっていうのを復元する可能性っていうのはちょっと低くなってしまうんですよね。ただ、過去の古い iPhone から写真をご自身で消してから、まあ当日であるのか、翌日であるのか、その日にち、そして iCloud の容量、これはさっきと同じですよね。iCloud できっちりバックアップが取れている。そこがちゃんと確認取れていて、まあ必要最低限の条件、ノルマをクリアしていれば、
Apple サポートの方に連絡を入れていただいて、まあ、その状況を説明していただければ、サポート側で、まあ、復元の操作をすることが可能です。で、それをやったら、元のね、この写真データというのが、新しいアイコンの方に戻ってくる可能性があります。なので、そういったこう、いつの間にか写真が消えてしまったっていう方は、本当はいつの間にかではなくて、ご自身で何か操作してしまったことが原因で、まあ、消えてしまったっていうのが正しいんですよね。ただまあ、この仕組みって、なかなかね、こう、初心者の方って理解しにくいポイントではあるんですよね。他の、なんていうんですかね、こう、ブランドメーカーって、なんかこう、バックアップとかね、iCloud ってなると、もうそこにずっとあるものだと、まあ、認識している方が非常に多いんですけれども、まあ、通常使っていく上では、まあ、保存っていうよりかは、同期されているっていう、まあ、認識を持っていただければ、まあ、ちょっと理解しやすいのかなと。なので、鏡同士というかね、もう全く、まあ、そっくりさんになっていくみたいな感じですよね。同じになるみたいな感じですよね。そういうふうに理解していただければ、あ、ここから消しちゃうと iCloud も消えちゃうのかっていうふうに、まあ、イメージしやすいのかなと思いますので、まあ、決してね、この古い端末から、まあ、写真を消さないようにしていただければなと思います。では、その上でですね、まあ、ご自身の iPhone でどうやって写真管理をしていくのかということなんですけれども、これはですね、もう iCloud の容量を上げて、まあ、例えば 5GB 分だったら 50GB に上げるとか、200GB に上げるとか、まあ、そこは多少なりともね、有料、お金は必要ですけれども、そういった容量を、スペースを空けて、まあ、管理しやすくして、まあ、いつでもデータ移行ができる状態、余力を持って管理をするっていうのも一つです。そしてもう一つが、いわゆる、まあ、外部的なものですよね。こうストレージ、まあ、SSD とかね、iPhone に接続するような USB であったりだとか、そういったものを、まあ、つけて、まあ、購入して、まあ、それを接続することによって、iPhone のファイルアプリってあるんですけれども、そのファイルアプリの中に、今までね、iCloud で、まあ、容量を使ってた写真データを入れ込むっていう作業。で、そのファイルアプリの中にずっと入れちゃうと、結局 iPhone ストレージがいっぱいになったりとか、また、このね、本体の容量を使うことになるので、外部的な USB に常に保存しておく。まあ、これを1年に1回、まあ、購入をして、まあ、その1年ごとに管理していくっていうのも一つかなと思います。一応ね、まあ、僕も、まあ、昔というかね、まあ、ブログでもご紹介したことのあるような、まあ、USB のね、ちょっとまあ、ここに、まあ、写真とか貼っておこうかなと思います。一応まあ、僕のパソコンとかで言うとね、こういう形で、USB でね、写真のデータの管理、動画のデータの管理っていうのは、すべてこれでやってます。まあ、パソコン本体の中にデータを、こう、蓄積しないように、まあ、僕はね、一応管理してますね。まあ、それは iPhone も同様で、本体の中にこうデータをどん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 溜めていくと、やっぱりこう動作がね、重たくなったり、カクついたりだとか、まあ、いろんなところに影響をね、及ぼしてきますので、まあ、少なからずこう、多少のデータは全然いいんですけれども、圧迫するようなデータ管理っていうのは、やっぱりちょっとね、良くないので、僕はどちらかというと、まあ、外部的というか、USB とかに写真データをこう入れ込んでいるっていうのが一つの方法かなと思います。あともう一つは、こういったまあ外部的な USB ではなくて、もうパソコンの中に写真データを常に入れていくっていうことですね。iCloud とかを使わずに、パソコン本体のストレージを使うっていうパターンもありますね。まあ、それはね、皆さんの、その、まあ、IT というか、その iPhone とか、まあ、パソコン持っている方とかね、まあ、いろんな、こう、利用環境があると思いますので、まあ、そういった情報をいただければ、だったらこのパターンがいいんじゃないですか、とかね、まあ、推奨する、まあ、おすすめする、この利用環境というか、こう、管理する方法っていうのは、僕からもアドバイスができるのかなと思いますので、まあ、そういった相談されたい方は、まあ、X の DM とかね、LINE サポートを活用してみてください。まあ、今回はこの iPhone の大切な写真データの復元する方法なんですけれども、最終的にね、ちょっと繰り返しになりますけれども、最近削除した項目からも消してしまった場合、ね、で古い端末から写真を消してしまって、iCloud の写真もゼロになって、新しい iPhone からも写真が消えてしまった場合とかですね、そういった場合はもうご自身でどうすることもできないので、Apple サポートの方に連絡を入れていただいて、必要最低限の条件をクリアしていただければ、30日以内であれば、データの復元する可能性はぐんと高くなるのかなと思いますので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。まあ、この動画を見ていただいても、ちょっとまだわからないなということがあればね、もう個別相談に来ていただいても OK ですので、まあ、概要欄の方にね、X の DM、LINE サポート、URL 貼っておきます。そこからお越しください。まあ、他に質問があればコメントも入れてください。では本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまた。